おはようございます。画家の小木曽です。第161回の日光評価を始めたいと思います。今週多かったんですね。75枚あったんですね。よかったらですね、お日光評価皆さん出してみませんか。皆さんの参加をお待ちしております。初心者の方大歓迎、本当に大歓迎でございますよ。恥ずかしいという方はね、メンバーシップの人、300人ぐらいかなのみの公開というのもあります。だいたい300回400回再生ぐらいから、だいたい皆さん2回ぐらい見てるってことになるんかな、ということですので、よかったらご参加いただければと思います。なんかみんなが上達していくの面白いでしょ。ということで、今週75枚あったんで、メンバー限定が14枚、小ぼてんなどに出す人とかね、合わせて、ありました。こちらの作品ですね、ありましたので、90枚弱、89枚あったんですね。 お世話になってます。北海道ツアーの配信楽しく、ちょっとお兄ちゃん帰ってきたからもうすぐ来るかもしれませんで、気をつけてくださいね。気をつけて言うても無理ですけど、配信楽しかったです。札幌の夜の配信直後に地震あったみたいでびっくりしました。私たちもね、ウェーン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 って携帯が鳴り響いてて、ウィーなんじゃいって思って、もう本当僕 YouTuber 化してますよね。すぐに外に飛び出てなんかビデオを撮ってましたけど、びっくりしました。9回目の応募です。引き続きペンスケッチです。よろしくお願いします。みちみちさん45歳ですね。二重橋じゃないのっていうの、サイズを F4、 ホワイトワトソン 203mm とコピックマルチライナー 0.3、ラッシュンド飽きた、ドローイングペン 0.1、ブラッシュ、筆ペンみたいなやつ。今回は皇居の二重橋に行ってきました。定番の構図ですが、あ、僕これ知らんわ。これ意外とありやね、ライブ配信を東京で。まあ忙しいからなかなかできへんかな。朝6時からとかしましょうか。あ、実は本当の二重橋はこの絵の、橋の後ろにある鉄製の橋で、この橋は正門石橋だそうです。三越の前とかあたりの橋とかも面白いですよね、高速上通っててね。黒いアクセントを強くしたかったので、筆ペンタイプのペンとうんぬんかんのニュン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 、さすが光景だけあって環境格が悪い、調子調子で髪も倒しました。3時間くらいかけた。これ3時間ぐらいですか。めちゃくちゃ日焼けをしましたということでございます。わあ、でもよう頑張りましたね。なんかこう臨場感漂うような感じ、後ろの方になんか鳥みたいなおる感じが面白いですね。なんかね、よう頑張って描きましたね。描きすぎちゃうかという感じがしますね。描きすぎちゃうかというね。私だったらもっと手抜くとこ手抜くかなと思いますけどね。どこ抜くんかなと思いながら自分でも今ちょっと考えてます。なんかこう、全部ちょっと描きすぎやんで、少しこうふわっとこう抜くとこあってもええのになと、今髪の白さをこう抽出してやってますけどね。なんかちょっとふゆーっと抜くとこと、あの密度感上げるところと、なんかかすらせて描くとこととか、まあ、箸の一個一個なんかもちろんね描くのはいいんですけど、やっぱりこれ時間めっちゃかかりますから、一つ一つ描くよりは、もうちょっとなんか集中的にこの辺描こうかなみたいなところに、思い切ってこう力を注ぎ込んだり、こう水なんかもうちょっと描いてもよかったんちゃうかななんて僕なんか思ってまうんですけどね。横線をぐわーっと描きながら、やっぱこう直線的な動きって皆さん難しいみたいですね。なんかね、やっぱね、おじさんやっぱ上手やねと自分でもたまに思うようになってきましたよ。大したことないなと思ってたんですけど、皆さんよりやっぱり僕書けるんやなっていうのをようやく気づいてきましたね。遅いなこのおっさんって感じですけど、わーっとこう書いていきながら、少しこうラフにささっとこう書くところと、おせやないとこと、もうちょっとこうなんかラフなところも、あ、入ってきたらもっとかっこよくなりますよっていう感じで、少し書いていってます。確かにこう皇居、まあ、東京駅から、東京中か泊まるとこは座銀やったりすると思うんですけど、意外とありかなと。まあ、あの辺ね、本当なんか 朝とか、あの、まあ、土曜日日曜日の午前中までは、あ、違うな、何時の飛行機やったかな、早帰って、こう早帰ろう思って日曜日帰るんやったな。なんかね、ちょ、東京ライブ配信、少しこう書いてるとことせやないところみたいな日を少しだけつけました。どこやったかちょっとわからないかもしれませんけどね。で書いてる最中にそういうのができるといいんですけどね。それが難しいわいって、多分突っ込んではるでしょう。でも楽しかったでしょ、3時間ね。なんかこういうこう自分のこの手の仕事みたいなのがこう痕跡として残ってきたらね、あの多分みちみちさんもこう佐賀までわざわざ来てくださったんで、僕のあのわーっとこう書きまくっていた、もうちょっとこうラフに書くとこラフに書いたのな、あのペンがなんかね見たと思うんですけど、 あれ相当いろんな人があれ面白かった言うてくれてね。ねえ、もう本当に当たり前のようにこう学生時代書いてたものが今となってね、 あんな風に日の目を浴びる日が来るなんて、なんて思ったりする。ちょっとねこういう風に書いてみたりしました。いかがですか。
ちょっと書くところ、ラフに書いてそこからまあ細かく書くところみたいなのもあっても面白いかなというふうに思ったりします。ぜひぜひこの仕事続けてください。3時間っていうね、なんか時間っていうのはなかなかこう有意義な時間やったりするんじゃないですか。なんかね、僕なんかもね、僕も東京から自転車で奈良まで帰ったというお話何度もしてますけども、あそこの大手門っていう門からスタートしました。でも当時は携帯電話もなかったから、本当にその友人とまず朝出会えるのかということの不安もありましたけどね、ちょこっといじってみました。まあ本当によくなってきてます。楽しみです。これからもぜひぜひこの調子でやってください。次の作品こちらです。わ、これもいいですね。こちらの作品ですね、こんばんは、とはゆうさんですね。お疲れ様でした。ライブ楽しかったですと、キャンソン水彩紙、9インチ×12インチオイルパステル、先生のライブ配信に触発されて風景画を描いてみました。場所はミネソタ州の小さなビル工場の敷地の庭ですと。先生の動画でも風景画もたくさん見ているので頭の中では理解しているつもりですが、いざ自分で描いてみるとそう簡単にいかないことがよくわかりました。写真からでもそうなのですから、現場で描くのがいかに大変かわかると思いますよ。まだ出先で描く勇気はないので、まず家の中から。本当でも良くなってきましたよね。で、こうオイルパステル合ってますよね。もうなんかこうはっきり言ってしまうと、緑とか花とかほぼ100点なんちゃうかなと。まあ僕ができへんからっていうのもあるんですけど、ほぼ100点なんちゃうかなと。もうめちゃくちゃ綺麗ですよ、本当に。ここ問題っていうか、ここちょっともったいない。なんかどう書けばいいんかな。もっとラフに書いた方が良かったんちゃうかなという感じがするのかな。なんかちょっとこう、なんか少しこう硬くなってしまったというか、急になんかいいやとかっていうことでなんかちょっとこう硬くなってしまったのか、もうちょっとこうラフにこう書いてあげたりとか、ちょっと違う色とかを差し込んであげたりとかして、ちょっと印象派的な感じでなんかこう差し込んであげたりした方が、絵の中では意外と溶け合うような、こういうところなんかこうモネとかね、の描き方みたいなのとか、ちょっとそう参考にしてみたりとか、建物でどない描いてんのかなとかしても良かったのかなというふうに思ったりしますよね。いや、だからもう他のところは僕なんか逆にすごいこう完璧に近い感じがすんなっていう感じがするから、ちょっとこう赤いあれでも他の色とか差し込んでちょっとラフな感じにしていってるんですけど、ちょっとそうするといろんな色が周りとこう溶け合ってるような感じに見えてきませんかね。ここのこう輪郭のところなんていうのもちょっと強すぎる感じがするので、ちょっと弱めてあげたりとかしながら、まあ、こういうところ本当になんかこう、あ、いらんわと思ったら、僕意外といらんわっていうか、こう絵の中でこうなんか強すぎたなとか、後ろのここの建物の中だけ描きましたけども、建物のこの辺りね、この辺りだけ描きましたよ。ちょっとレイヤー外してみますよ。ね、で他のところなんか完璧なんちゃうかなと。でもこれぐらいなんか溶け合ってるぐらいに見えてきたら方がどうですか。こんなもんできるかって感じかもしれませんけど、それは全体を見た時にっていうことを考えて感じてあげれるかなっていうことなんですよね。でちょっとこうこの辺りとかの木々なんかは違和感ないけど、例えばこういうところになんか黒い線が下の方入ってきてて、こういうところもなんかこうそこまでこうはっきりと書かんでうまいことぐちゃぐちゃとやっとけばいいのになと。絵ですから、その辺絵ですからね、適当にこう行くところとか、あまりこう見せ場にならんかなと思うようなところとか、まあ案外こうなんかね、ラフにこうぐじゅぐじゅぐじゅとしておいた方が良かったりするかなと。こういうこうコントラストが強く見えてきたりとかするので、なんかせっかくのこの光とかっていうのが見せ場になっているなという感じのところがちょっとこう邪魔してしまっているんちゃうかなと。こういうところはもう本当にね、もう経験積んでいったりとかすると少し分かってきたりとかしますし、まあ、見え方とよく言うてますけども、人からどう見えてんのかなっていうのが、あ、こう加筆されると分かると思うんですよ。あ、本当や、これぐらいでも十分建物に見えるわ。でもこう建物描いてる瞬間で皆さんね、一生懸命描くじゃないですか。建物やし、ここ白やし、ここ黒やしと。でも離れてみたら、意外とそんなでもないじゃない。このぐらいで十分自然な中に、光の中に建物あるかなとか見えてくるんちゃうかなと思います。ちょっとこういった気持ちを持たれていくと、より楽しくもなってくると思いますので、もうちょっとこう白に頼らん描き方ができてもいいかもしれないですね。ちょっと白さを抑えていきますよ、今からね。少しだけこう白さ、白という色に頼りすぎているところがちょっとあるかなと思いますので、ちょっとこう中継あたりの緑のところにあるチラチラと見えてる白に近いような色、みたいなの少し抑えていきますね。ねえ、楽しいですか。もうアメリカからも楽しんでもらえたらね、なんかいいこっちゃですね。本当にね、いろんなところ国から楽しんでもらえてますっていうのは本当に、少し白を抑えてみました。ちょこちょ
ちょちょ。これぐらいでも十分こう自然に見えてきますよね。こういう方はしっかりなんかモネの模写とか意外としてもいいかもしれませんよね。私なんか上手に描けるんちゃうかなと思います。すごく良くなってます。次の作品こちらです。今回なんかやっぱアジサイめっちゃ多くて、そしてあの動画良かったですか？こんばんはといつもお世話になってます。山下ライブツアー北海道楽しく拝見しました。新大阪まで見送りしてくれたコロちゃんを覚えてます。タイトル、ガクアジサイ、透明水彩、ホルベイン、お夫婦水彩 31×21cm。先生の動画、これで描けるアジサイを見習って自宅に咲いていたガクアジサイを描いてみました。葉の重なりに目を残しながら描く塗り残しが難しかったです。また先生が使われて色を追って、描いてみるといつもより色彩が随分明るくなり下地に選ぶ色の大切さが分かりました。結構このパターン多かったですよ。まだあとなんか3枚ぐらいあったような気がしたんですけどね。描けてるでしょ描けるでしょ。全部描かずね、本当にこうずっこいかもしれんけど、まあ、こういうことからスタートしていくっていうかね、もうこういうのでも十分こうもうね、葉っぱに見えますよとか、端のところしっかり描いてあげたらとか、もうそういうことを少し学んでいかれると、あのね、それ外側から決めるとか塗り残すとかっていうことができているので、もうこれはなんか、あのテキストとしては、完璧にこなせた作品なんちゃうかなというふうに思います。こういうのもすごい綺麗にね、描けていますもんね。もっとギリギリのところまでこうピタッと緊張感持ってやってほしいんですけどね。この隙間のところなんていうのだ、その辺っていうのがね、やっぱり筆を選んでるんでしょうね。私筆選んでるわけじゃないかもしれんけど、やっぱりエクスペリエンスっていうんですか、経験っていうんですか、あ、ごめんなさい、全然使えない英語が出てしまいました。あ、あかんな。本当にこう日本人のこう英語教育をどうするかっていうのをね、もう本当に真剣に考えて、もう本当に外国のなんかテキストとかいっぱい使っていって、もうやってるんかな。本当に私たちの時はね、My name is teacher っていう感じで入ってこられた先生が一番初め授業されましたもんね。中学1年生の時にね、My name is teacher。確かそんな、それであだ名はティーチャーって言ってましたけど、はい、それがベースボールクラブのね、何ですか、ヘッドコーチだったんですけどね、ちょっとお手手が出る、私たちは恨んではいませんけどね、少し輪郭のところギュッとこう強めたところを入れてみました。こういうところにこう少しグッと強めた仕事を画面の中で入れてみましたよ。それだけでこう全体の中で引き締まりませんか。でこういうところにこうどういう筆とかどういう絵の具を持ってきて、こういうところに1箇所とかだけでも、ごめんなさいね、2箇所でもぐーっと外側からこう決めて、アジサイの、ガクアジサイの花びらをぐっとこう強めてあげるみたいな、外側からね、ぐーっと決めてあげる。今度は上の方を描いてますよ。どこ描いたんやっていうことでお伝えしますと、今ここと描きました、それともう一つ、ここ描きました、この辺とかこの辺ね、描きましたよ。皆さん見ておいてくださいね。ギュッギュッギュッと引き締めたことによってこう画面がちょっと引き締まれるでしょ。ほんの少しかもしれません。ちょっとこうプロっぽく見えませんか、これ。上の方もね、ピュッピュッで、こういうこと、本当に最後のギリギリのところのもところで、薄っぺらいもんやからはっきり書いてあげていいんですよ。で、それをはっきり書いてあげて、薄っぺらいでしょ。丸っこいものはやっぱりスフマート的に輪郭ぼかすとかっていうことはあってもいいと思うんですけど、花びらで薄っぺらいでしょ。そういうところはっきり書いてあげていいと思います。で、全部書きすぎないで、どっか局部的にガッとこの、ガクアジサイの5つ、6つ、8つぐらい花のある中で、よし、ここだってぐらいの気持ちで、書いてあげる仕事を入れてあげてもいいかなと思います。ちょっとだけ遊びましょうかね。なんか違う色をふわっとこうし、置いてみるというのも、あそこからこう応用編的にね、書いてみてもいいかなと思いますので、少しふわっとこう、お兄ちゃんがまだ外で遊んでます。ママが頑張ってくれてます。少し例えば紫っぽいのふわっと入れてみました。画面の中に。少しこういうのがね、ふわっとこう画面の中に入ってきたりすると、どうですか？タンタンタン。まあ、こういったことも次のこう課題として考えられてみてもいいかもしれませんよね。少しちょっと違う色入れたらどうなるかな。もうちょっと遊びましょうか。せっかくやったらね。ちょっと黄色かなんか反対色ですからね。黄色みたいなのをにじまして、初めにやってみて。もう僕よく好きですよね。この辺の色ね。ターコイズみたいなこう色とかね。これはもう油絵とかでもよく使います。もう少しふわーっとこう入れてみたらどうなるかな。そしたらもっとほら絵画性みたいなのちょっと出てきたでしょ。あれはだから基本的な部分としてやって、次はこういうこう
もっとこう水とかで色とかで遊んでみようかなみたいなのが入ってきても面白いかなと思います。次の作品こちらです。ウィ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 ね、すごい丁寧に書かれてますね。梅さん、あ、生駒市ありがとうございました。スマモの耳の頃、あ、昨日なんかメール来てた、高校の美術の先生から YouTube 見たでって、ようわからんけど誰かが言うたんですかね、お師匠さん、お師匠さん筋が同じと、どっかのライブ配信でね、あの北海道の癒しの風景北海道さんっていうね、でその画像を送っときました。おっさんになったなって帰ってきました。F45、 沖曽先生の北海道からの配信楽しく見させていただきありがとうございました。私も外で映画にチャレンジしたいと思いました。先生を見習い有言実行します。今回は友人、あ、今回は違うんですね。今回は友人からの贈り物、やった後でいいんですけどね、こういうのね、スマも描きましたと。幼い頃から、あ、梅雨の時楽しみなフルーツで味わい、描き、あとは添えられたレシピ通りにジャムを作りました。いいですね。背景は梅雨のスモモの若葉のイメージで描きましたが、スモモと背景は溶け合うように色を置いた方が良かったでしょうか。いやいや、もうそこはもう その人それぞれですので、あの、よよ描けてますよ。まあ、ちょっとやってみましょうか。やるとしたら、例えば 初心者の人としては、初心者というか、あの、初めの頃って、反射光のところにそういう色を持ってきてあげたりするんですよ。ビューっと、今ちょっと反射光のところに、外側からのこのブルー、あの、系をこう、反射光のところに少しこう持ってきてあげたりとかしてあげたりして、してあげると、ちょっといきなりスモモっていう感じが、あのね、例えばこの背景みたいなのって、どこ描きましたかっていうことでやっときますけどね。本当にびっくりした、本当は。昨日突然メール来て、もうちょっと酒飲んで野球見てたから返事が遅くなりました、すみません。ちょっとこういうところとか、こういうところ書きました。こういうところとか、こういうところとか、こういうところね、飽きたかって書いて、もうこういうの見つかったら怒られると思います。もう当時からモノマネしてますんで、あの30年前から高い声ですけどね、やるとしたらこういうところでしょうね。そういうところでこう溶け合わせてみるということから、まず皆さんのこうスタートっていうのは始まると思います。それでやっぱり全部塗るということもちろんいいんですけど、やっぱりちょっとその辺のこう、やっぱね、こう大きい面積って大事なんですよね。でこう塗りムラみたいなのを少しこうね、なくしていけて、でモチーフのこう近くになってくると、若干こうなんか濃くなってくるぐらいの感じで描いていってもいいかなというふうに思ったりするんですけどもね。本当にもう、先生でしたよ。もうなんか、もう義足に教えれへんわとか言ってね、なんかもう、まあ僕もその予備校とか行ってたからですね、で結構こう美術準備室を自由に使わせてくれたりとかしたんですよ。ちょっとこう背景の塗りムラみたいなのを抑えて、モチーフの近くを少し濃いめにしてみたりとかして、なんか背景とかでも少しこう濃淡みたいなのをつけてあげるっていうこともしても面白いかなとも思いますし、これなんかね、多分ね、影とかね、もうちょっとこうかっこよく描いてあげた方がいいですよ。ヒューっとこう横に伸びているみたいな影にしてあげてとか、あのそういうこうセッティングしてあげたりね、してあげたりすればですね、梅さんはあの大阪の個展も来てくれましてもね、で少しこう影を伸ばしてあげたりすると印象変わりませんか。影もモチーフですよ。これよく言ってますけど、影もモチーフです。落ちた影って意外と大事なんです。それだけでもなんか絵画の印象ってすごい変わりますので、こういったところまで、ちょっと意識をしてあげて、背景をこれだけこう変えてあげる、色とか多分こんな色じゃなかったでしょ。で変えてあげる時っていうのは、ちょっとこういう遊びみたいなのも入れてあげた方が、少し違和感なくは確かになるかなと思います。次の作品です。こちらです。おでさんですね、やる気が出てきますね。いいですね。どこ行った、あ、文字が、あ、そうか、これはこっちやな。こんばんはと、項目店さん、K さん2ということで、67歳の方です。スケッチブック、2HHHBB、 もうちょっとこういう鉛筆あってもいいかもしれないですね。 2B ぐらいがあっても 3B ぐらいあってもいいかもしれませんね。勤めていた会社の先輩 K さん、第2弾です。前回の公表でご指導いただいた黒を思い切って置いて基準にするということを意識し、あ、そうですか、写真にするとどうも薄く写ってしまうような気がしますということで、ご指導お願いします。いや、この鉛筆の種類やったらやっぱちょっと濃い 3B4B ぐらいを買われてもええかなというような感じがいたしますけども、いかがでしょうかね。ちょっとこう、濃い色がないかな、まあ、難しいですけどね。あ、ちょっとでかすぎた、ちゅちゅちゅ、なんかこうね、ここに色ついてしまったね。これ僕がつけたのかな、なんか青っぽい色がついてしまいましたね。あ、僕がつけたね、これね。ちょっと一回消しますね、すみません。形ってちょっとこうレイヤーもう一個ぐらいつけておきますね、すみませんね。
こうなかなかこう皆さんこう写真を見ながら描いていると本当に分かってもらえないところがあるんですけど、頭蓋骨っていうのがあるわけですよね。でこうなってこうなって、で自分の本当頬骨とかってよく言うわけじゃないですか。でその骨みたいなのをちょっと一回触られてみるといいと思うんですよね。どうなっとんかな、これここのところっていうのはグッとなってて、でこうなっててこうなってて、あ頭蓋骨に なってきたなみたいな感じですけどね。でどういうふうに骨が入ってるのかなとかっていう、あやばいやばい骨を骨をね書かれていってますけど、でどういうふうに骨が入っていってるのかなっていうのとかを少しこう書いてあげ、書いてあげるというか意識してあげ、あごめんなさい消えすぎた消えすぎたね、消しゴムがもうちょっとちっちゃいツールにして、ね骨が入っていますとかっていうのをちょっと意識してあげて、よいしょ、骨がどういう風に入ってるのかなって、この辺でこうくっついとんなとかっていうことを意識してあげて、で、こう例えばあこうこうなってこうなってここのところとかって肉と近いところがあるぞとかっていうことを意識してあげたり、ここなんかもお肉と近いところがあるぞとか意識あったりとか、ここの尾骨があってこの辺軟骨になってるわけですよね、これ柔らかいですよねっていうことを意識してあげたりとかっていうことをしてってあげて、じゃあ陰影っていうのをちょっとつけていくんですね。で、これを見た時にやっぱりですね、ちょっとオーバーにまず言うときますね。どこで曲がっていってんのかなとか、どこで曲がるのかなとかっていう意識をまず持ってみてください。今のようにね。で、優しいですか？厳しいですか？まあ、厳しいかな、ね、こういう風になってこういう風になってこういう風になって影がついてきてこういう風になってこう、妻が頑張ってくれてます、まだ外で遊んでますね。九州はね6時ぐらい全然明るいですからね、もう本当にまだ遊んでくれてます。そして髪の毛とかぐーっと、で目なんかもねぐーっと、ちょっと K さんどんな顔してるか僕はちょっと存じ上げないですけど、ぐーっとね、ぐーっとぐーっとぐーっと、基準作って苦労を送って難しいですか？ちょっとあの鉛筆やったら僕もちょっとあれでは厳しいかなと、少しこう色的には少し厳しいかなという気はするんですけどね、鉛筆とかでしたんでね、ぐーぐー、あ入ってきたか、ぐーお兄ちゃんが気づいて、よく言ってますけど、ここのね奥のこう髪の毛なんか意外と描いてあげるといいですよ。奥の髪の毛なんかね、だいぶ描いてるからどこ描いてんねんっていうのもなかなかこれ難しいかもしれませんけど、をぐーっと黒とか置いていって、ぐーっと立体に沿うようにして、最近これをしっかりと理解できてきたなと思うのは、あの方ね、伊藤夏さんが分かってきたっぽいですね、どうもね、その造形的なことみたいなのが少し分かってきたような、人物のあれをなかなかこう理解できるの難しいっていうのは僕は分かって喋ってるんですよ、こういうのね。でもこれが少し理解できてきてはる人が少し出てきたなっていうのはちょっと驚いてます。まあもうどうしてもこういうの石膏デッサンとかをすごいやってきたりとか、まあ人物のデッサンとかを受験とかでやってきた人ならば多少わかるんですけど、それでもなんか見てると、あまだまだ皆さんわかってないなっていう感じの方が多いですけど、おちょっとわかってきたなっていう人が増えてきたなっていうかね、そんなかやっぱお兄ちゃんがもうすぐパパに気づくでしょうね、で奥なんかもね、こう奥なんかもね、こっからこう入っていくみたいなこう意識を持たないといけないんですね。ちょっとこう今回は書けませんけど、少しこう書いていきました。じゃじゃあだいぶ違うだいぶ違うなね、黒の基準、もちろんこう写真やから明るく写ってるかもしれないですけど、マックスの黒、本当にもうぐるぐるぐるっとつけてあげるぐらいの気持ちでもいいかなと思いますよ。ぜひぜひこう頑張って継続してやられてみてください。次の作品はこちらです。うわあギャーギャー言い出した。こちら作品ですね。いつもありがとうございます。新潟の夏です。北海道の旅最高でした。6月の北海道のグリーンがとても美しかったです。絵の具足りました。なんとか足りました。さて、今回は2回目の鬼好評。今月は2回目か。芋焼酎の会でもっと勝手に公募展、勝手にやってるんですね。なるものが毎月開催されてます。今回は神様をモチーフに描く会でした。今年の4月の満月の月日、近所の公園ではちょうどよく桜が満開となりました。それはとても美しかったです。自然とはなんと美しい景色を見せてくれるんだろうと、自然はなんじゃい、この子、うわ、お手紙お、スノーニット、
何これ、なんか一言言うたら、何これ、うんちゃん、あげるということです。あ、父の日か、ありがとうございます。父の日だそうです。うわー、何これ、シール貼ってあるね、嬉しい、お父ちゃん泣きそう、嬉しい。これ何これ、上は、はいはいはい、ん、これはっちゃんが作った。うわー、これ何これ、これもパパにくれるの、うん、うわー嬉しい。お手手がついてペットボトルを切って、これ何これ、チリンチリンってなるんや、チリンチリンってなるんや。ねえ、ありがとうございました。お、素直に言った、閉めてて、よいしょ。うわ嬉しいね、大好きって書いてあります。これ先生が書いてあるんですけどね、はい、ねえ、ありがとうございました、自然はなんと美しい景色を見せてくれるんだと、自然は神様だなと、その時感動した印象を残しておきたくて描きました。黒い水彩紙は初めて使いましたが、思った以上に色のりが、色がのり、新しい発見がありました。よろしくお願いしますと、大竹夏子さんです。神様が見せてくれた景色、サイズ、透明水彩ガッシュキャンソンボードの黒。おー、ねえ、まあ、なんか黒い紙とかっていうの面白かったりすると、こう黒いジェストとかを使われても面白いかもしれないですよ。まあ、作品として一つにしていくとなってきたら、そういうのも必要なのかなっていうふうに思います。なんかひょろひょろとこう書いてあるのも面白いですね。あ、なんかすごい抽象的なものとすごい具象的なものがうまいこと絡み合って、悪くないと思いますよ。であとはなんかこう線とかは多分すごい必然として書いていった線なんでしょうね。大丈夫ですよ、うるっともう来てないですからね、そんなね。はい、父の日のプレゼントをくれたそうです。それよりも今日ジャイアンツが勝つかの方が僕はちょっと気になってはいます。交流戦首位、になっていますので、今3連勝中で、今日はどこですか、でこのやっぱりこう線って、もうちょっとこう線とかこう偶然とかこう増やして見られても面白いかなとか、逆にこう生の黒みたいなのをこうなんか使って、なんか少しこうあまりにもこう下地の色を残しつつ描いているということがこう顕著に見えすぎてしまって、もう少しそういうのも、僕やったら多分こういうのね、黒とかも使いつつ、次黒使いますよ、黒とかを使いつつ、どこかいとんねんシリーズが出てしまってますけども、不透明の黒とかで、なんかこう隙間みたいなのをグググぐ黒っていうか、このね、ボードと同じ色を抽出しながら、抽象的なものとなんか黒を筆とかでベターっとこう塗っていくとかっていうのの、その辺の絡め方みたいな、どうしてもですね、この月があまりにもこうぐしょーっていう感じがするので、そこと抽象って、またそのつなぎ方みたいなのがちょっと弱いかなっていう感じがするんで、その辺をうまいことこうやっぱり具象抽象の間的なところをつないでいく、どこか痛かってなかなか説明が難しい。今黒の点が増えてってるんですよ、点みたいなのとかね、なんかね、ちょっと下にある絵の具みたいなのを活用しながらみたいな感じで、少しぐじゅぐじゅっと入れていきました。チェッチェッってだいぶ書いたでしょ、チェッ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 、ちょっとその辺の絡み方みたいなのがうまいこと絡んでくれば、すごくこう良くなりそうな、もっともっと良くなりそうな気がしますので、こんなんできひんわって感じかもしれませんけど、意外とね、こういうこう抽象と具象の愛の子みたいな感じは、こういったことをやってあげてもいいかなというふうに思います。またまた送ってきてください。神様ということなんですね。これを、なんか何人か今回そういうふうに送ってきてますけど、それで、これを私なりの評価が欲しかったとか、そういうことなんですか？無視してますが。はい。次の作品に行きたいと思います。ここでお知らせです。皆さんも鬼高評価に出してみませんか？鬼高評価に出すにはメンバーシップの会員登録が必要となっております。メンバーシップになるには本チャンネルですね。皆さん見ているのはこれサブチャンネルの鬼高評価といいまして、本チャンネルの方のメンバーになるというところがございます。こちらから入っていただいて、メンバーになっていただければと思います。ちょっと詳しくは、こちらの動画とかを上げておきますので、よかったらそちらをご覧いただければと思います。それでは本編どうぞ、待ってます。こちらの作品、これもそうかな、神ということでアバロン、ね、もう本当神が多いですよね。神絵師とかね、神なんちゃら、もうちょっとね、本当に、まあ、日本は神が多い国ですからね、まあええかって感じですね。北海道の旅お疲れ様でした。先月鬼公表は芋の会のお題神様いただきました。私が考える神とは、万人の根底に宿っている、無形のエネルギー、人そのものが宇宙だと考えるエネルギーは人の中のマグマ、人が能力以上の結果を出した時に神がかり、神業、あ、そうか、言います。
ますが、人が何かに全力で挑んだ時に潜在エネルギーが本人の意図した以上に形となり吹き出す。人は神という無限の能力を秘めている。そんな無形のエネルギーを絵にしました。オリンピックの時アスリートたちがエネルギーを爆発する瞬間をスケッチしたので、そのシルエットを重ね、面白いですね。熱くも優しいエネルギーを色で表現しました。今チームの皆さん、ペンを封じたので私の絵だと見抜けませんでした。絵としては不完全ですが新しいチャレンジでした。好評お願いします、ということで。私もこれ誰かわからんかったけど、いいじゃないですかこれ。こう神というテーマかわからんですけど、絵画としてすごいいいなと思ったですよ。なんか人間のこれ、さっきほどの方と、似てるところがあって、夏さんですね、新潟の夏さんと似てるところがあって、でも人体のシルエットっていうのがあって、この間のあの方もね、おさえさんもそうやったけど、人体のシルエット1があって、でなんとなくその他で2があって、弱くこう抽象的な感じになってて、なんか3っぽいなみたいな、3っぽいなみたいな、少しずつそういう風にこう流れていく感じみたいな、すごくいいなと思います。完全な抽象画ではなくて、微妙な中にあって、いやこういうのも描きはるんやったら、なんかこうこりね、ペンで描いてるということを封印しても十分作品にできるなと思いますよ。あんまり言うことあれへんぞ、なんかそんな感じがします。非常に綺麗やなと思います。ちょっとこう絵の具の偶然性みたいな白っぽさとか、ダブルイメージというかね、重ねているような印象みたいなのも非常に面白いし、神というとちょっとこうなかなかその説明文を読んだらその つながってくるから、どういう風にこうタイトルとうまくつなぎ合わせるかやなっていう風な気はするんですけど、おお、何も言うことあれへん。いやこれはこれで非常に新しい発見で、多分ね、ちょっと絵の具のマチエルみたいなものとかを工夫したりとかして、この色調で描いたら案外コボテンいきますよこれ。言うときますよ。この透明水彩とかね、水彩感だけじゃちょっと厳しいですよ。これいつも言ってますけど、でちょっとアクリル絵の具かなんかで下地かなんかを少しこうつけて、ただスポンジかなんかでポンポンポンとやっといて、何箇所かになんか違うテクスチャーをちょんちょんちょんとこうつけてみたりとかして、なんか人間の型を 何個か作って、パチャッとして、その周りになんかシャガーとかして、こじゃーとかしてコロロロとかアートアートアートかってして、そこにこう透明水実際っぽくシュ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 と書いたりとかしたら、多分ね、もう全部言ってしもたな。意外とこれで完成とできる人っていうのは、意外と公募展とか面白い結果出たりすると思いますよ。いいところは本当に何度も言ってますけど、こう位置があるっていうことで、1から2へつながっていくようなこの人かもしれんしね、ちゃんとあって、なんかこう全部が全部主張しすぎてないっていうところも、その抽象画と具象画の愛の子で、その辺がうまくこう表されている。何も言うことないっす。パーフェクト。ペンはペンで続けられたらいいと思いますけど、これもできるという一つ持っとくとね、すごいいいんじゃないですか。毎日ね、すごい、あなたの料理美味しいよ、カレーがすごい好きだよって言って、もう毎日出されてもね、旦那さん嫌な気分になるでしょ。ね、もうカレーばっかりやったらきついわってなってね、カップラーメン食べたらなるわとかいうこと。次の作品こちらでございます。はい、何の話しとんねっていうことですね。カメポンさん、生物画、透明水彩クレスタ、水彩紙 F4。先生の動画拝見して、私も生物が挑戦してみたくなり、ガラスの小瓶、とリンゴを描いてみました。もっと透明水彩のにじみを出したかったんですが、無理でした。次回はまた挑戦したいと思います。ちょい鬼でお願いします。先生の動画や鬼好評で先輩方の作品、先輩なんておらんですよ。吉本講義じゃあるまいしね。私もいろいろやってみたいと感じるようになりました。平日は仕事があり、あまり時間が取れませんが、1時間の目に向き合うことが日々の楽しみです。いいことですね。素晴らしいですね。こちらの作品。少し鬼でって、ですね、いいとこ言います。モチーフいいです。モチーフすっごいバッチリなぐらいいいです。もうやっぱみんな周りです。やっぱり周りです。これもね、一番初めに今週分ので言うたと思うんですけど、明るい方の面、ちょっとなんか分かりやすく、もうちょっとレイヤーをビューとして、光がこっちから来てるの分かりますわ。明るい面ね。で、こちら明るい面が来てる。で、こちらが暗い面ですね。暗い面っていうことですね。っていう。で、それの背景をどう描くかということなんですよ。で、ここのところが皆さんちょっと分かっていないなという感じがしますので、この状態で少しこうレイヤー、ちょっと待ってくださいね。こちらを一回戻しますけども、少しこう、見え方ってね、ピッと、
こちらをこうしてピュッとしてね、ピューあっちゃうわ、ピューっとプワー、あれちょっと小さすぎんな、プワッパーね、これぐらいのこう感じが明るい方から来ておるなとかっていうのを少しもうちょっと透明度を上げてフェアーっとしてあげて、キューっとしてあげると。で、これ消しゴムでね、外側からぐーっと書いときます。ぐーっと、ぐーっと書いときます。ぐーっと書いときます。ぐーっと。こういう見え方ができるかなっていうことが、まずです。もうモチーフは僕何にもいじらないですよ。背景のところだけいじりますね。これでレイヤーのこの明るさを戻しますよ。ぎゅーっと戻します。こういう感じです。外してみますよ。こういう見え方なんですね。で、今度はまた抽出します。この辺の色かな。抽出をいたしました。もう一度またレイヤーをかけますね。ビューっと。今度はモチーフの反対側にちょっと不透明感のある色を少しこうペンペンペンと置いてみました。消しゴムで消していきます。ギュ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 。ね、わかりますか？この見え方みたいなのを、これは買ってくれたら嬉しいな。こんな感じ。どんな感じやって感じでしょ。ほら、逆、真逆のこと全くしましたよね。で、こういう見え方なんですよ。で、あとは、周りのところの溶け合い方みたいなのを少しこう頑張って、覚えていかれたりすると、もっとも良くなります。ちょっとこうなんかこう重ねて、こう水とかでうまいことこう周りのぼかし方みたいなのを覚えていかれると、よくもっと良くなります。このぐらいの鬼がいいですか？ちょっと皆さんのね、ご希望に添えてるかどうかなんて分かりませんがね。あ、適当なんですよ、本当ね。本当に怒ることなんてないです。もう基本的にないです。学生教えてた時も基本的になかったですもんね。どうでもええわとちょっと思いながらもやっているところはありました。で、ピッピッピッ、この見え方。分かりますかね、皆さんね。明るいところの横は暗く、暗いところの横は明るくっていうのが見え方なんですよ。なんか本当に普通にね、白い卵でも、白い紙筒でもいいから、白い紙の前とかに置いて、速攻で光をつけて、今言って、まあ、全部書こうもめんどくさくなってきた。喋るより書く方が早いという謎のおじさんですけども、こういう状態ね。あ、違う、ごめんなさい。よいしょ。ちょっと聞く。パー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 。パー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 。もうこういう紙筒なり、円筒、ちょっとオーバーに書きますよ。こういう状態のものがあると。こういう状態のものがあると。で、こう中身がこうあって、こうなって、こうなって、こうなって、ごめんなさいね。まっすぐ直線が引けないというね、謎の、状態になってますけど。ぐー、あー、ガガ。よいしょ。もうちょっと、エッジが強いやつみたいな。ごめんなさいね。でっと。ぐーずーっと。ぐーぐー。ぐーっと書いたと。で、こっち側は、こう、ぐー、ぐーっとなってね。グーばっかり言っとんな。どれや、これか。これを少しこうやって、ギュー、グー、グーと。で、影が落ちてると、ビュー、ちょっと小さすぎたな。この辺がさっとこうできたらかっこいいんやけどね。で、こっち側がぐーっと光ってきて、こうなって、ぐっとこうなってきて、もちろんこう輪郭のところはこう丸みを帯びとるもんやから、少しこうね、スフマート技法的なことをやるとかも、そんなこと今日は許してくださいね。もうそこまでめんどくさいんでやらないですけど、こういう背景の見え方するんですよ。言いたいことわかります？ちょっとオーバーかもしれないですけど、これはね、こういう風に見えると。何が熱なってんやろね。疲れた。暗なって、こういう見え方ね、実際するんですよ。明るなって、暗なって、明るなると。こういう風に、こう、横の色によって色変わりますよ、とかっていうのを、ちょっとこう見えてくると、先ほどのような仕事っていうのが、ちょっと分かってきますので、ちょっとそういうことを覚えられてみてください。最後もう一度レイヤー外しますね。はい。よし、次の作品はこちらです。おー、素敵な作品ですね。うい。
はい、好き的な作品ですね。こちらの作品です。竹地智子さんですね。ありがとうございます。タイトル、足原。ミューズ、ランプライト。透明水性です。なんだか迫力に欠けるようになってしまいました。近江八幡水郷巡りをした時の足の、背景として、ホテルから見た大阪の淀川に差し込む夕日。あの、日本一綺麗な川でしょ。めちゃくちゃ綺麗、青いね。僕も子供の頃、高槻というところにいて、淀川とかでよく泳いでました。描いてみました。足の存在がジョークですよ。ないのか、平坦なため、なんだか不満が残っている絵です。でも何が足りないのかよくわからないです。鬼好評お願いします。と。鬼でお願いします。2回も来ましたね。いや、でもこれね、いいとこめちゃくちゃ綺麗やなと。手前のこう、足とかも綺麗でよう描かれていて、手前に置いてあるこう、木とか、竹地さんのなんかね、得意ななんか感じ、お兄ちゃんがスッと言ったね。悪ないと思います。ここなんかも丁寧に描いているなと思う。ここの山ですよ。ここの山がこの見え方本当にするのかっていうと、やっぱしないと思うんですね。写真がそうなったからかな。ちょっとよくわからんけど。あんなことあります？お兄ちゃんがね、そんな来てね、なんか物だけ渡してシューッと帰るなんて、もう成長しましたね。私の YouTube 見てる方ならね、お兄ちゃんのね、わんぱくぶりがよくわかりますもんね。弟も徐々にわんぱくなってきて、いやいや期絶好調。本来は多分後ろよりはちょっと暗く見えるんじゃないですか。ここを消すの忘れてたね。ごめんなさいね。少し固めのエアブラシツールで、ここごめんなさい。消すの忘れてました。はい。ちょっとレイヤー外してみますよ。ちょんちょん。こうじゃないですか。で、もうちょっとこう厳しくいけというってなってくると、写真に撮った時にその露出の問題とかもあると思うんですけども、ギラーっとこう光って、大きく光ってたりするんですけど、意外とそこの光のところをじーっと見てたりすると、案外この水面に映ってる光みたいなのって見えてくるんですよ。人間の目やと。でも、どうしても写真やったらば、ピカーって光ってるとこはピカーっとなるんですけど、わかります？言いたいことね。わかってもらえたかなと。で、こういうところって人間の目って意外とちゃんと見えてくるんですよね。だから、こう、ちょっとこう、水面のところを今描いたんですね。レイヤーを外しています。この辺っていうのが、やっぱり人間の目で見た観察眼みたいなのとかを、ちょっとこう、やっぱりこう、少しこう、日常の中で、お忙しいでしょうけどね。日常の中で、ちょっとこう、観察する力みたいな感じで持ってあげたりするといいんちゃうかな、でかいな、いいんちゃうかなというふうに思います。こうね、ちょっとその光当たってるから白せなとか、なんかそういうのにとらわれすぎているような感じがするかなと。そうするとこうどうですか。どうですか。なんかね、見せ場のところとかの書き込みみたいなのも非常に良くなるんじゃないかなと思います。もともと持ってる構図のセンスとか、塗りの綺麗さ、グラデーションの美しさとかあるんで、その写真と人間の目の違いみたいなところは少しこう意識しながらやられてみてはどうでしょうか。もう41分も経ってる。最後の作品です。こちらでございます。うわ、これもまたいいですね。ミニマリスト的なね。あれ、二つあるこれか。吉田生きるさんですね。動画楽しく拝見してます。高評価出すことがモチベーションとなり、日々楽しい。いいですね。今回も練習用にアクリル画でお願いします。何が？練習中のアクリル画でお願いしますと。練習用のアクリル画でお願いしますって結構間違えました。行き詰まっている状態の絵ですが、よろしくお願いします。そうですか。F4 の天地を短くして、少し横長にしてます。タイトル、夜明けを待つ海。ウォーターフォード。まだ暗いうちに起きてしまい、近くの神戸港に散歩に行った時に出会った景色です。淡いブルーグレーの海で夜明けを指したのか、海鵜が飛び立つ、ありがとうございます感じね。夜明けの前で、海で、水面を走り飛び立つ海鵜の音で、より静けさを感じる、そんな音が聞こえるような絵にしたいんですが、隣の取っ手の倉庫も稚拙な感じですし、海鵜も中途半端な感じがしています。水温を強調したくて海の面積を広めにしたんですが、この構図も疑問が湧いてきて手を止めてます。鬼のアドバイスをお願いします。いろいろこう書いてあって、僕の中、頭の中混乱してるんですけど。まあ、そんな悪ないと思うんですけどね。僕は嫌いじゃない絵ですけどね。何が悪いんですか？何やろうな。そんな悪いですか？
まあ、なんか光っているというようなこう水面をペペペペと、まあ、写真撮ってそこから描いてらっしゃるんでしょうけど、まあ、光っているというところを強調するためにはここの後ろのこの、建物とかもうちょっとシルエット暗くしてもいいのかなと。そうするとここの白さの面積がもうちょっとこう強調されて見えてもくると思うので、このこうシルエットみたいなのをもうちょっとこう強調してあげてもいいかなと。もうそれぐらいじゃないですか。なんかそんなにこうね、あかんあかんっていうことはないような気がするんですけど、どうですか。でちょっと水面とかなんで、少しこうギゴ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 書いてあげて、そうするとこう大きな面積っていうのはより強調されてくるような気がするんですけど、でちょっとこう水平線が少し斜めになってるのも気になるはなるです、なりますよね。なかなかこれ直せへんとこやったりすると思うんですけど、ちょっとこう水平線みたいなのとかがちょっとこう斜めに見えてきたりとかするのが、あ、ごめんなさい、大きすぎましたね、ちょっとこう気になるかなと。これはやっぱり水平線っていうのはなんかで言ってましたね。この間上げたあれが動画かな、アクリルでなんか屋外で描いていて、という動画あるじゃないですか。なんとか、あ、なんとか岬じゃなくて、何やったっけ忘れた。ほんと最近上げた動画。紙のこの線に対して、まあ、写真がちょっと僕なんかもちょっと最近肩こりで、あの写真撮るとき右下がりになるんですけど、この紙の線に対してちゃんとこれが水平になっているかっていうのは大事なんじゃないかなと思うんですね。ちょっとそのところが変な感じに見える一つかなと。この斜めの線、あ、ごめんなさいね。要は斜めになっているので、この斜めの動きとこのここも斜めのこう斜めの動きをオーバーに書くとこういうことですよ、なっているので、ちょっとそれが気になると。で、私がここにこう影を描いたっていうのは、ちょっとそれによって右上がりになるかなっていうことも考えました。で、そういうことというのも線的な動線みたいなのも、ちょっと画面の中で意識してあげたら、ちょっと印象も変わってくるんではないかなというふうに思います。まあ、あとはちょっと青の色の選択とかっていうのも、ちょっとこう、もう一工夫してもいいのかなというふうに思います。やばい、10% になってた。ということで、第161回か2回は以上です。では。チャンネル登録よろしくです。